初期組張ってるよね。すげえ、なんかむしろ40手前とかですよね、年。あ、もう手前だね。え、37とかじゃないの？どう見れてるよ、みんな。音と映像を教えてください。音と映像など状況を教えて。でも、みどりさんは本当にすごい。なんか自転車で富士山の1合目ぐらいまで行って。え、自転車？あれ、5合目まで行ったの？自分の家から自転車で行って、富士山まで。うん、でそっから登ったの。あ、見れてる。音が割れてる。みんな5合目からとかの。ちょっと待って、音割れてる。チャリで富士山まで行った。静岡っすよ。途中でなんか降りて、そう。あ、テーステース。どうですか？一番なんか。テーステース。これくらい聞こえる？どう？大変だ。さっきより音がでかい。これくらいどう？みんな。今のこれくらいの声は聞こえますか？モンタとレクチが後ろで喋ってる声とかもかすかに聞こえるぐらいでちょうどいいと思うんだけど。ぬるぬる。いいね。ガサってる。あー、例のやつね。聞こえるけど、要はなんか、あれか、音質が悪いやつか。一番なくなると。あー、パソコンの壊れだな。どうしよう。石川のあれと感じる。あ、そう、石川の、ガサガサ言ってる。みんな一緒に登って、石川塚も登って、で、七総理が途中で遭難したいや、遭難芸だったの、それが。芸だって、すごいな。なんか、七分目だか8分目のエコバー小屋の。普通に聞こえてる？それともガサガサ言うっていうか、なんか音が悪い感じ？すごい。音悪い？で、後でバレた。バレたろうな。野田は結構演技派だったりする。野田演技派だよ。演技派ですか？演技派、わざと遭難するとかもうやばくないですか？発想が。全然やっぱトラブル飛び込んでくるよね。どう、みんな。ちょっと直しちゃうんだけど。音をどうか教えてください。緑ルートって。ユーミ、こんにちは。よく聞こえる？ノイズとかもない。大丈夫？後ろに。はい、オッケーでーす。ありがとうございます。そろそろついてきちゃった。あー、バンマと滑れちゃったパターン。いい感じ、割れてない。救助されるえ、バンマ全部ありますね、バリゴーっすね。バリゴーだね。あ、もうちょい大きくしようか。あ、これくらいかな。はい、みなちゃんまたつ。旅が始まったってこと？全然違うね。全然違うね。っていうか、まあ、旅が始まったっていうか、まあ、なんだろう、人生って旅じゃん？人生ってさ。だから、旅人だよね。旅人。いつも音量一番小さくしてるけど、和道の声いつもより大きい。いつも音量一番小さくしてるけど、和道の声いつもより大きい。どういうことだろう。どうしたらいいのか教えて。ボリュームを絞ったらいいのか、俺が声張ればいいのか、俺が声小さくした方がいいのか、何なのか原因が分かんないな。どういうことだろう。マイクの量、音量を小さくすればいいってこと？ちょっと小さくするよ。あ、です。これくらいでいいってこと？どうですか？シカトですか？シカトですか、リスナーさん。オッケー。いや、もうね、ほんとね、一週間忙しくてすいません。配信やりたくてやりたくてしょうがなかったんだけど、もうスケジュール的にタイトすぎて無理だったんだわ。だけどね、ちょっと落ち着いたから、会社の仕事の方も落ち着いたし、音楽の方も落ち着いたし、やっと配信にね、集中できるようになったんで、すいませんでした、本当に。いや、もう全然、今月、予定、売り上げね、5日ぐらい、5日6日ぐらいまではね、順調に行ってたんだけどね、やっぱ配信しないとね、難しいね。稼げなくなっちゃうよね。うん。今、スマホだから打つの遅い。あ、そういうことか。
ラグってはいないでしょ、はい、ぬるってるんでしょ、大丈夫でしょ、もう全部かぶって。もう違うよ、あとあのご家族への挨拶もプレッシャーで、もうそれで減ったんだよ俺、もう無理だっつって死ぬしかないと思って、そうでのんたんが気遣ってくれて、家族のことは考えなくていいよっつってスケジュール調整してくれて、いろあとほら生活保護抜けるだとかなんだとかさ、もうとにかく忙しくて、結構ガチで忙しかったよね、3時間しか、ほんと3時間とかしか寝れない日とか続いてたもん、配信やったら死ぬっていう。あとほら、闇将軍のアンチコメント打つのもやんないといけないしさ、一時間ぐらい。そうだね、うん。あれは日課だからね。うん。いや、戻ってきちゃいましたよ。監視しないといけないから。うん、早いよね。闇将軍予想通り。監視しとかないとまた悪さするから。お説教しないといけない。みんなで見張っとかないと。俺よりロム多いもんな。めっちゃ混んでますね。うん。やっぱ合流だから、ね。うん、今日のメンバーを紹介します。今日のメンバーは、まずはいつもおなじみ、のんたんでーす。はーい。僕の彼女でーす。はい。和道リスナーの、和道リスナー会の加藤春彦こと、レッキくんでーす。はい、ちょっと人が良さそうなホリエモンこと、たくみさんです。運転してもらってます。よろしくです。配信会の小田切城の和道です。よろしくお願いします。以上4名です。はい、かっちゃんはこつ年のせいだから忙しいのかな。土曜日だね。あー、ホリエモン、あかみさん、ホリエモンちょっと似てない？そう言われてみれば。でしょ？前から言われてる。そう。別に言われるのは大丈夫なんですか、それは。だって、たくみさんがもともとニコ生見るようになったのって、そんなにあれなんだよ。あの、俺のレッドブルどこ？あ、ここに。びっくりした。たくみさんがもともとニコ生見るのって、公式放送でホリエモンが出てるっていうので見てみたの。そう。で、堀江より才能がある和道ってやつがいるっていう噂を駆けつけて、俺のリスナーになったんだ。それはないけど、うん、ね。そうでしょ。天才がいるっていう。うん、ちょっと違った。ケッピー。ケッピー。うん、あー、4人いる、4人いる。うん。もう、あの、仲いいメンバー。はい、和道2。浅井さん来たかったな。浅井さん今度ラチルか。最近いや水曜日来たんだけど、もう俺がぶっ倒れてて、和田さん和田さん叫んでたから、もう無理と思って、うん、悪いけど最近シカト気味だから浅井さんを。でも最近来なかったんだよね、1週間2週間ぐらい。さしてくれてたんだよ、忙しい。うん、わかるんだよ。あと1人、4人だよ、4人。たくみさんとレクチと和道とのんた。おいさやいらっしゃい。うん。いいね。旅配信の練習だよね。うん。うん、楽しいよね。俺ら引きこもりだからね。こんなんで旅立ったら大変だよね。水曜どうでしょうみたいな。絶対最初5時間で飽きるよね。絶対最初だけだと思う、楽しいよ。うん。あ、なんかファイナルファンタジーっぽくない？こう、のんたん女だけど。イケメン3人が、魔法使い、車乗って。勇者と僧侶と。そうそう。一人シーンが。レクチは、レクチ映んねえか。後ろだから後で映るよ。うん。レクチ、ほら、最近ほら FF ばっかりやって、ここでコメント打たなくなったから忘れられてきたんだよ。レクチって誰ってなっちゃった。斧とか使う系はなんていうの、勇者かな、やっぱ。あ、何だろうな。そうだね。斧はウォーリアーとかだよ、だろ、実は。FF 今回あんまないんすよ、そういう。武器がないんでしょ？そう。うん、何役とかないんすよ。え、武器自由に選べんの？
大体2種類ぐらい1人選べて、大体でも銃使えるやつとか、うん、剣使えるやつに分かれてるんですけど、弓矢とか。でも、なんか見た感じアクションっぽくない？アクション。そうそう。アクション RPG みたいな。いやね、もうアクション寄りになっちゃってるよね、完全に。いや、完全そうだったよ。本当？でも昔の方が、ずっと、うん、なんだろう。ロールプレイングだもんね。あぐらかき、なんか、勝手に戦ってくれるっていう。それを自分で戦わなきゃいけない。そう、だから、若干大変。あ、そっかそっか。要は、オート機能みたいなのないから、ずっと触ってないといけないのか。ある程度自分で操作しないといけなくて、感じですね。難しいよね。でもあれの、なんかヒロインが何の思い入れもない状態で序盤で死ぬんでしょ。序盤でもう退場しちゃって。で、みんなポカーンってなるんでしょ。ストーリー、今回もう一番クソっすね。いや、最近シナリオ書けないよね、みんな。いやもう、あれ、ゆとり世代、俺らぐらいの世代の人がやっちゃってるから、うん、もうダメっすよ。だからね。しかもなんか在庫が300万個余ってんだっけ、今。そうなんですよ。なんか前作の売り上げも超えられてなくて。うわ。最終章のクソっぷりは、うん、もう未完成品を出しちゃったみたいな感じなんで。でもさ、今回の FF って10年ぐらい制作してたんだよね、制作期間。そのはずなのに、なんかクレームが半端ないよね。なんでこれ発売したみたいな。Steam で売れば売れるよ。ああ、多分そう、Steam とかの。ね、Steam って。専門用語やめてください。専門用語じゃないよ。そうやって。ゲームをダウンロードするサイト。で、たまになんか、洋芸が多いんだけど、うん、日本のとかも、あるんだ。増えてきてる。昔は本当良かったんですよね。FF7 から。俺7だけやったけど、うん、もう本当面白かったね。いや、あれは一番、あれ超える FF ないっすね。ないよね。泣ける。俺、だから、セフィロスがかっこよすぎて、クリアしなかったんだよ、俺。しなかったの。だから、この世界とかやってないんだ。やってないの。もうなんか無理だと思って、エンディング見れないわと思って。いやでも本当に好きなゲームはクリアしたくないって。わかるわ。うん。終わっちゃう気がするんだよね、なんかそこで。終わってからもずっとやってたよ。あ、やり込みあんのあれ。ありますよ、ありますよ。何があんの？アルテマウェポンとか、ウェボス的に。あ、そう。アルテマって、でも、セフィロス倒さんが手に入るでしょ、あれ。あ、そっか。うん、入るよ。オメガウェポンとか、なんかあったよ。なんかね、街が出てくる。クリアしてからの街。あれ誰だろう、ヴィンセントは途中で仲間になんなかったんだっけ、あの、過ぎちゃうと。あんまり。そう、過ぎちゃうと、ね、もう手遅れみたいな、そういうのが。いたよね。キツネみたいなキャラじゃなくて。いや、あれは主要キャラでしょ。なんとか13でしょ。ヴィンセントとティフ、ユフィーだよ、多分。そう、ユフィー。手裏剣のユフィーと、ヴィンセントは銃使いの。イベントを発生させないと仲間にならない。2人ぐらい。そう、2人。そうそう、確か。で、その、なんか最後、女の子みたいなのが最後に。どこもスクリーンさ。いいよ。あ、女の子。ユフィーかな。おはようさん。あざす。なんかね、できなかった。確か条件難しくて、何個か何個かクリアしないと仲間にならない。最後の初めてで使ったんだけど、キャラ別好きだよね。すごく音楽とストーリーも完璧だったよね。でもそういうところってできない。そうそうそう、合わせなんか売りたい商法みたいななってたよね。15くらいからおかしくなりました。もう、わかんないわ。あの、だから、倖田來未が主題歌歌ってたのが次のやつだっけ。あれは10だよね。あれは10。10ってやつで、10の続編。あ、やぶさん、10の続編ですね。あれじゃあ、ちびっこい、なんか三頭身、四頭身みたいなキャラは尻尾生えてる。ないんだ。あれはないんか。まだプレスの時代の。うん。その次からプレス2のやつなんです。ですね。あ、そう、テンは別だった。テンツのあたりから音楽作ってる人変わったんですか。あ、そうなんだ。そこまで上松なんちゃらさんって言ってた。その人の音楽はもう本当に良くて、もう
あの音楽好きだね。ててててんてててんてててれててれててれてっていう戦闘シーン。ボス編のボス戦のやつ。うん。あれボス戦がその音楽だっけ？そうそう、ボス。それ以外どんな音楽だっけ？セブンは。あ、そうだ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 。それだ。あれだけやんなかった。ブリッツボール。あれだけなんかわけわかんなくてやらなかった。難しい。難しいです。他のはなんかやった。スキルをはめ込んでいく あれがなんかちょっと面白い。スキルがあれ面白い。匠さん最近誰見てるんですか。あれはでも。忙しくてもうだよね。てかパソコンが縛られちゃってるから無理っすよね。そう、それでパソコン提供しないとと思って、で、デスクトップ、ほら、あの、昔のリスナーさんにもらったの使ってなかったから、あ、たくみさんに譲るのが一番綺麗だなと思って。ワードのとこ見て、録画、ワードのとこ見て、うつになるでしょ、ぶっちゃけ。いや。なんだい？はい、こんばんは。さくらいらっしゃい。さくらさん、いつもありがとう。大丈夫？無理だったら無理って、ほんと早めに、あの、言ってね。なんか。いやー、でももう3万5千超えてると、やる気でしょ、ね。あ、いや、すごいよね、再生の伸び。再生伸びがやばい。ただ、俺がテンション上がらないのは、全部ノンタン関連です。そう、気がついてた。気がついてたんだよ。なぜか知んないけど。俺を言おうと思ったんだけど。そう。いや、気づいてる。しかも俺、テコ入れしてんの知ってる？タイトル変えたりとか、タグ変えたりとか。うん。いや、あれはね、だから凹むよね。だから、タイトルに、彼女とって言ってるだけで。そう、デート配信とかカップル配信とか。入れると、100超えるんだよ。うん。俺のだと、初動50とかなんだよね。そう。でも、ノンタンの200とか安定すんだよ。それがね、監視勢が無理かな。もう必ず。こんな女だよみたいな。はいはいはい。のんたんこんばんはだって。こんばんは。オフパコっていうか彼女だからね。結果オフパコなんだ。オンだからね、どちらかというと。うん。オフラインで別に付き合ってるわけじゃないから。うん。あ、でも付き合う前に手出したらオフパコみたいなもんだよな。今はオンパコです。オフパコの逆ってオフラインでパコるの逆ですよ。でしょ？オフライン会だから。あ、そういうの。うん。だオフ会配信って音会だからね、あれ。俺からすると。全然意味わかんないよ。初めて配信しちゃう。オフパコ言ってる。何も逆してる。うん。オフ会のオフから来てんじゃん。今日は4人いるから、俺の計算だと今日の配信は4倍楽なはずか、もしくは4人全員頑張ったら4倍閲覧があるっていう計算なんで。期待していいですか、トーク。前に出てから、うん。閲覧に直結するっていう発想が。いや、もう計算してますよ。取り戻さないと。全部ワードさんに振っていっぱいいんじゃない。とりあえずなんか、気楽にトークしたい。気楽に？気楽な方がでもトークは絶対面白いよね。うん。あのトークって張ってる時って面白くない。台本じみちゃってるっていうか。台本じみてるっていうか、あのね、構成考えるとね、やっぱね、台本読み上げてる感じになるんだよ。だから本音っぽくないんだよ。同じこと言っても。うん。な、うん。まあまあ、プロだからね。盛り上げる。ハートプレゼントありがとう。4人いますね。今日は運転にマネージャーの匠さんで、レクチって言って、あの、軽音、あの、ギターやってくれてた、あの、もう古いよな、もう。結構長いリスナーさん。うん。で、あと、ノンタン、彼女。4人で、音階。オンオフ線。オンライン温泉します。年末休みラッシュ、すごいんですよね、僕。ああ、そう。うん。
いいですね、温泉旅行。どのあたり行くのですか。言えなかったらいいです。まあ。でも通報入ったらめんどくさい。通報ね、入らないと思うけど、まあでも、温泉せよ。この場所は、地名はさ、広いからね。いやー、舐めたらあかんぜよ。あかんぜよ。いや、もうその発想が、その発想が、もう配信者じゃないよ。だってプロがいるわけじゃん、ここに特定の。もう本当に、だってカラオケ行くじゃん。例えば新宿でカラオケしますって言ったら、もうすごいあるわけじゃん。50店舗くらいあると思うの、新宿区内だったら。その中で壁紙の色とか、ホームページの色とかで、バーってリアルタイム検索して15分とか、で、検索。できるのよ、アンチでは。そう。あと、俺、みどりさんと初絡みの時、相撲大会だったのね。で、ラーメン屋行こうって言って、じゃあ、放送切るわって言って、放送切ってラーメン屋向かったの。で、その時決めてなかったの。そしたら、ラーメン食ってたら、鬼連かかってきて、で、力屋さんが出て、なんか、どうやって特定したんだ、お前って言ったら、ああ、全部のお店かけてんだよ、今、とか言って。すごい、なんか、しらみつぶしに電話かけていくの。そう、こういう奴らいませんでしたかみたいな。それくらいね、やっぱ、かけますよ。すごいな。だから箱根の温泉中の電話が鳴りまくるんだよ。なるほど。嫌われて、闇将軍が行くの場合。だって闇将軍とラーメン食ってたら、やっぱ電話かかってきたよ。ああ、ねえねえ。うん。リアトツに来たよ。リアトツは別の人でぶっ殺すって言われ、殺害しに来たからね。予告じゃないからね。お前を今から殺しに行くって言って、本当に来たからね。闇将軍声震えてたから。面白いよな。命がけって命がけとも言わないけど、もうなんつうんだろう、公開オナニーだよね。もう本当に恥ずかしいっていう概念はとりあえず本当にゼロにしないと。確かに、それ前提っすよ。前提、まずないと。それさ、そう、まずそこでスタートラインだから、配信さん。もう間違いない。そう、余計なこと聞いちゃった。あ、全然いいよ、全然いいよ。うん、気にしないで。さて、リスナーは何言ってもいいんだよ、基本的に配信っていうのは。それをどこを拾うか、どこまで話すかが腕なんだよ、配信者。もうそういうことだと思うよ。暇人？あ、まあまあ、暇人っていうか、だから、本当に嫌いなんだろうね。多分。本当に嫌いなんだと思うよ、心の底から。相変わらず玉金が早い。マジかよ。マジか。玉金先輩また来たよ。でもこのコメントでいつも去っていくんだよ。何なんだろう。このノリ嫌いじゃないんだよ。しかもね、そう、玉金が痒いからの派生のバージョンがいっぱいあって、相変わらずとか今日もとか、またまたとか、いろんなパターンが出てくるから面白いよね。今日は温まりがいのある日ですか。うん、そうだね。今日は楽しみにしてた日だから、もう匠さんに全部企画ぶん投げてたけど、配信すると思うな。いや、飲んじゃいつもそうだ。ベッドの後ろで見てるんだよ。後ろでコメント打ってるし。あ、レクスさんありがとうございます。レクスさん、ハートプレゼントありがとうございます。かわいい。いや、大事でしょ。大事よ。確かに浅井さん連れてくのありだな、ここ。どっか。拉致る感じで、もういきなり家を押しかけて車を押し込んで、どっか連れてくみたいな。神会確定。神会？いや、見たよ、YouTube。え？浅井さんと病院行くやつ。あー、やばいっすよ。あれ、やばいな。超笑ったもん。マジで。いや、わかるわかる。ネクスかわいそうと思って。いや、本当に、一線は越えない方がいいっすよ、多分、浅井さんと付き合うとき。いや、まあ、付き合いはわかってるから、俺。いや、俺、そのノリで行っちゃったら偉いことになっちゃう。いや、全然浅井さんパワーファイターだと思う。ハートプレゼントありがとう。高見さん忙しいよ、今。だって今、運転中でも動画編集してるからね、今。なあ、あのさ、インスタグラムのさ、外人さん、なの、あれ有名なバンドなの。いや、あれも紅白ですね、めっちゃ。一番好きなバンドが来日して、それで、そ
メンバーだ。そう、メンバーです。メンバーとかして、インディーズの触れてるの。一応海外のメジャーですけど、日本だとどれくらい集客あるの？でも最終日はソールドしてましたけど、どれくらいの箱？やっぱ300ぐらいの箱ですかね。じゃあこれから日本では売り出すって感じなんだ。いや、結構歴長くて、なるほどなるほど。何系のジャンル？メタルコアっていう。まあまあ日本では流行らないであろうジャンルで。そう、聞き慣れない。メタルもコアも両方くどいのにさ、普通の人からしたらさ、メタルコアってなるよ。最近音楽のジャンルがもう多岐に渡りすぎてて、もうジャンル的不能な感じのバンドも出てきちゃってるから、本当にカテゴライズ不能な感じの音が出てる。メイクの練習とかしててね、帰って、あ、もうすぐ出るよっていう時に飲んだ小声で、新宿内で温泉ないかなとか言ってお前さって言って、どんだけ不祥なんだよっつって、ないわ新宿に。新宿の温泉ね、結構はいっぱいある。でも雰囲気大事じゃないですか。雰囲気、その遠出をしてる感っていうか、免許持ってないのに運転させるのも大変なんだよ。免許持ってないのに車がある人を探すのも大変なんだよ。せっかくだから景色見たいけど特定されるから無理か。いや、まあ別に特定されるっていうか特定しないと思うけど、まあなんかそう特定の流れになってるから別に別にって感じ。景色見たい。やっぱ俺車載配信あんまよくわかんないんだけど、見たいもんなのかな。見たい人いる？景色。こっち側の。まあ、ちょっとせっかくだからっていうから映してみるか。ミラーのところ挟んでもいいですか？いいっす。
定するさ、ゴムのパッドみたいなのがないと滑っちゃうんだよ。電波悪い？電波大丈夫？そうだね、あの多分バッ、何角度っていうか、あれが上すぎて、上からすぎて変な感じ。ごめん、日本語がわかんない。アップルか何の話してるの？カメラか。あ、今の話してる。難しいよやっぱり。まあだけどそこあんま気にしないのも配信の魅力。なんかガサガサ言っててうるせえよってコメント打つのも醍醐味だからね。やっぱプロのカメラマンではないから本当はねこだわりたいんだけどね。ハートプレゼントありがとう。ハートありがとうございます。後部座席の人はハートプレゼントありがとうございます。ハートプレゼントありがとうございます。
後部座席になるとありだと思います。役所君、
そういうことか。でも、アンチを呼び込んだのは嫌だなと思うよね。せっかく、9月のリスナーさん、少なくなったのに、場が荒れるのが嫌だなって。それはすごい嫌だ。今、ニコ生戻ってくんねえかな、ほんと。でも、ぶっちゃけた話、ニコ生でしか伸びる、伸びないと思うよ、俺。で、本人がニコ生長すぎて、ニコ生の癖が抜けてないから。できてないっていうか、本当になんか自分が叩かれてる理由をマジで理解してないからね。学習能力がない。本当に皆無なんですよ。また同じ間違い、過ちを繰り返してアンチを呼んで。アンチ呼んで嫌われてるのが人気あるって勘違いされてるし、人気あって人が集まってると本人は思い込んでて、なんで叩かれてるのか分かってないの。病気でしょ。それで、でも結構ピラってやるんですか、それで。ピラって引退してるんだよ、ニコ生のキャスト。繰り返して。もうだからループだよ、これ。引退ループが始まってんのよ。あえて延長作戦じゃなくて、そう、素なの。そこが痛いのよ。それはちょっと、やばい。そう、やばいやつだ。ツイッターの長文が始まる。そう。ツイッターの長文、マジで面白いよ。あ、ツイッターのフォロワー、俺より多いのよ、何個でも。だけど、いいねが、押されて1個とか。もう、すっごい長文書いて、全部、何個も何個もツイッターするんだけど。あの一向にいいねとリツイートが全く発生しないんだよ。そう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 。っていうかね、誰もがいいと思う発言を一向にしない男なんだよ。すごい。逆にかっこいいよ。逆に。いやもうね、分量からするとブログやれよっていう分量をツイッターで7回に分けて全文なんつうの埋める投稿してて。100何文字をだから7回に分けて、まあ、繋がってるのだから長いのですごい。でも大体ねもう話の一緒で田中学園とかあの爺さんはみたいな話ばっかりしてるんだからそう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 、誰も求めてない話をずっとしてるので、全然的外れの大体文脈の終わりがダバナで終わる。なんとかだわな。何その、何そのいい切り系みたいな。なんか皆さんも周知の通りみたいな言い方をするんだよ。わかるでしょ。でも内容がないんだよ。本当にないんだよ。だってさ、なんか田中学園は人格者だみたいな下りから始まるのさ。フックのタイトル文章とか、そっからエピソードに入らないといけないんですよ。昔こういう人がいて、こういう事件があって、こうでこうで、この時にこういうことをした。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。